侍ジャパン新監督にアレックス・ラミレス説。本命のイチロー松井は頓挫、最有力だった工藤もなし、古田、松坂、高橋、井端、小久保、稲葉リストアップもどれもいまいち。ここに来てラミレス急浮上、2018年に侍ジャパンのユニフォーム機体からと日本国籍まで取得済み。話題性、意外性、人気面、実力、栗山の後釜としても、もはや断る理由なし、8月末発表マスコミは工藤の件で何も書けない。井口お呼びですか？マスコミは工藤で先走りすぎた、ラミレスやけどで金食らうから書けへんという事態。野球で外人が全日本の監督やったことあったか？サッカーはあった気がするけど。ラミレスは日本国籍取った日本人やろ。バレーもバスケもやってないか。しかも取得理由が将来侍ジャパンの指揮を取りたいから、ここできなかったらいつ禁煙。実際問題、話題性でラミレスに勝てるやつおらんやろ、NPB は大穴掘り当てたぜ。何もソースなくてくさ。そもそもマスコミは工藤でできんくらったから書けへんのやで。多様性でええんちゃう、負けたらボコボコに叩かれるだろうけど誰がなってもそれはそうやし。何の実績もないやつにやらせないだろ。ないいかいな、 WBC も監督が追うなんだから問題ないだろ。だからギリギリでおもがししてるところあるで、上位外な人物やでって、もうラミレスしかおらんやろう。秋山やれよ、現役監督だから無理とか昔断ってたやん。さすがに栗山でしょ。8月末に発表やからもうすでに決まってる、苦労はなし上位外な人物。ラミレスじゃないなら誰や。大穴で清原監督あるで。短期決戦のラミはすごい定期。コーチ次第やろ。初陣は11月にアンダー縛りのアジアカップやからな。ラミレス監督で万波4番が何よりの売りやろ。五輪も野球ないし、2026に大谷帰ってくるまで攻めないとあかんのや。仮に誰もやりたがらなかったらあるんちゃうか。ご視聴ありがとうございました。野球の話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。